お金がないから旅に出た。僕は会社を辞めて歩きとヒッチハイクで日本2周目の52歳。現在兵庫県は加古川市。今回は明石市を目指します。とりあえず健康で。あ、ですね、ですね、ですね。それが一番大事ですよ。そう。いただきます。ありがとうございます。何で飲んでいる？それ詰め込んの？一度歩いて、テープで剥がた。あの色が濡れて、入れてくれよ。みんな思いしたらいいのかわからない。でも明石来たよ、来た来た。なんか明石焼きが食べたいんですけど。明石焼きかたこ焼きやね。お店あります？いっぱいあるよ。いっぱいある、うん、本の商店街がいっぱいある。どのお店がいいとかあります？まあ、どこも同じような店やわ。どこも一緒。ありがとうございます。明石焼きが有名なんで。明石焼きどれですか？吉川って書いてるじゃないですか。はいはいはい、あれ、あそこ美味しい。これ。ちりめん。開いてますか今？ドボン。うわあ、こんな感じなの？こんな感じ。うわあ。
た魚ならぬ水を得たタコ。うん、なしが、ああ、なんとも言えない和風だしが、まお出汁が行き渡るようにして、うん、いやー本当ね、すごく美味しかった。本当に、本当なんかワンタン麺っぽい感じ。ワンタン麺にタコがプッ、最高。アイスがうまい、ふわふわアイスが、俺もふわふわ、うん、めっちゃうまい、全部やってたよ。全部やってない。今は、うん、うまい。白玉入ってた。うん。